田淵久子は日本のミュージシャン。福岡県福岡市出身。ナンバーガールのギタリストとして知られ、解散後は、ブラッドサースティー・ブッチャーズ、トドル、ラマ、磯部正文バンドなどに在籍。また、同郷のシーナリンゴとの初育ステータス、小谷美佐子との、小谷美佐子コタタでも活動。現在は、ペドロのギターとして、ビッシュのアイユニディやモーリー・ショータの3ピースバンドとして、 活動もしている。福岡県生まれ、愛称、茶子。普段の一人称は、私だが、雑誌連載などの文章では、僕となる僕、娘である。好物は持ち。また、雨とトーを鑑賞するなど、お笑いも好きである。苦手なものは、お化けなどの心霊現象。福岡市立福岡女子高等学校卒業。高校時代の同級生に、クラムボンの原田育子がいた。 中学1年生の時に、兄のガットギターを手にした。ガールズバンドでギターを弾き続け、コズミックチェリーというバンドで、ティーンズミュージックフェスティバルに出場し、会場の照明担当であった、中尾健太郎やバンドで出場していた、シーナリンゴと出会った。高校の被服科を卒業した後は、縫製工場で働き、ナンバーガール結成後もしばらく勤務していた。 1995年にロックバンドナンバーガールに加入、ギターパートを担当。2000年、シーナリンゴによるバンド、初育ステータスに参加。ギターパートを担当したほか、シーナのマキシシングル、ギブスの収録曲、シグマにもゲスト参加。2002年11月、ナンバーガールが解散。同年12月、タブチの構想によるバンドトド,ドルを結成し、 ボーカルとギターを担当、作詞作曲も行う。トドルのアルバム、アイデディケートディコードのジャケットの刺繍の制作にも、携わる。2003年、ブラッドサースティー・ブッチャーズやオ谷美佐子のバンド、小谷美佐子たたにギターで参加。2009年、高井俊介のアルバム、フレッシュで、クールで、キュートで、クラッシュなジーパンでデジャビューの楽曲において、リードギターを担当。 2010年3月18日、吉祥寺の銭湯、弁天湯にて行われたイベント、フロロックボリューム20において、自身初となるソロ公演を行う。アンコールでは、台湾の後藤真理子とナンバーガールの透明少女をセッションし、終了後のブログに弾き語ってみたら、改めて良い曲だと思ったと記した。2011年、古川美希によるバンドラマにギターコーラスで参加。 クラムボン、チャッピーへの楽曲にもゲスト参加している。ライブではジーンズが多いが、ナンバーガールのアーバンギターさよなら、ちびっこさんの PV では、袴のようなスカート姿で登場している。2018年、ビッシュ所属のアユニディのソロプロジェクト、ペドロのサポートメンバーとして参加、加入した。メインギターは、 フェンダー USA のジャズマスターの1965年生と62年生。メインは65年生。以前は、ジャガー、レスポールを使っていたこともあった。アンプヘッドは、マーシャル MK27300W。キャビネットは、オレンジ OR412 を使用している。あまりにも激しいピッキングのせいで、ギターの塗装はロか、木材まで削れてしまっている。 また激しいピッキングで、プリセットスイッチが動かないように常に、オフの状態で綿を詰めて動かないようにしている。ハットノブの先端が赤くなっているのは、ハードケースの色が映ってしまったとのこと。なお、メインの65年生ジャズマスターは、当時32万円だったと、ツイッターで告白している。ナンバーガールのシングル、アーバンギターサヨナラのカップリング曲、マッピルマガールは、 当初彼女がボーカルを取る予定で作曲されていたが、結果的に、向井秀則によるボーカルで収録された。その後、曲名を、i am a m a l o n e l y Girl、M.Pilma、マッピルマガールとし、何度か田淵がボーカルを担当している。これは DVD、騒ぎやかな演奏及び、ナンバーガール映像集、ベスト版、思い出インマイヘッド4チン NG& レアトラックスに収録されている。また、 初期の未収録曲、そよ風がある、解散前のツアーでのみ、ナムヘビメタリックも歌っていた。ありがとうございます。